立花の幸三郎3月18日1974年3月30日は、日本の政治運動家、農本主義思想家、農本ファシストであり、超国家主義者でもあった、茨城県東茨城郡常番村生まれ、茨城県立密度中学校を経て、第一高等学校に進むが中退。大杉久志や石川三四郎の著作を通じて、エドワード・カーペンター、 クロポトキンなどのアナキズムに影響を受けている。アンリ・ベルグソンに強い影響を受けたほか、トルストイ、白カバ派、リュウ・ムネヨシ、コウウイなどからも影響を受ける。郷里で農業に従事する傍ら、講演活動を行い、1929年11月に愛協会を結成。茨城県中、九時、東茨城、鹿島、行方各軍に支部が形成された。農本主義に基づく、 青少年教育を目指し、1931年4月15日、水戸市外に勤労学校愛教塾を設立。設立に当たり風見明栃木となり、資金援助を受けた。また、井上日照栃木となり、1932年の5.15、事件では、熟成7人を率いて、東京の変電所を襲撃。爆発物取締り罰則違反と殺人及び、 殺人未遂により、無期懲役の判決を受けた。1940年、御社により出獄。第二次世界大戦後は、公職追放を経て、協議で執筆活動に専念。追放解除後の1959年に、全日本愛国者団体会議の顧問に就任した。天皇論、天皇論館公会愛国革新本議1932年5月20日。 ありがとうございます。